あローとうござこんにちは。ゆずゆこです。それでは今回なんですけども、噂のドンペイ、ファミリーマートでファインペイ提示して、ドンペイのキャンペーンをお得に購入する方法ということで、今回は本当は別の動画をアップする予定だったんですが、ここ数日ですね、まあ、ツイッターとかで賑わってたこのドンペイについて、ちょっとしたお得な情報も含めて、実際の映像も交えながらサクッとお伝えしていこうと思います。それでは早速、こちらですね、ドンペイということで、今回は食べられるキャッシュレスということで話題になっていました。このドンペイとはどういう どういうことかと言いますと、どん兵衛をファミリーマートのファミペイで購入することをドンペイというみたいです。いやー、この見た目からしても突っ込みどころ満載で僕的にはこういうエンタメ性が高いものはすごい好きなんでたまんないですね。で、今回のこのドンペイの登場に伴いキャンペーンが2つ開催されます。 この下のキャンペーンに関しては12月の26日から始まるキャンペーンとなっていまして、どんベを1個購入するごとにオリジナルの肉具材パック1個がもらえるものとなっています。そしてこの動画のメインでもあるこの上のキャンペーンですね。対象のどんベを買ってファミペイスタンプ5個ごとにどんベい1個分のクーポンがもらえるキャンペーンとなっています。 キャンペーンの期間は2019年の12月の10日から2020年の1月6日までとなっています。で、このキャンペーンでは対象のドンベイを購入するためにスタンプが溜まっていきます。ビギナー、ブロンズ、シルバー、ゴールドの4種類のスタンプがありまして、ビギナーは5個、ブロンズは10個、シルバーは15個、ゴールドは20個ドンベイを購入したら、なんとそれぞれドンベイが1個無料のクーポンがもらえます。 なので、20個購入すれば、合計で4個の無料のクーポンがもらえるということになりますね。しかもですね、先ほどお伝えしたこのゴールドに関してなんですけども、このゴールドを20個達成した方の中から、抽選で50名様に、どんべい1年分のクーポンがもらえるというキャンペーンもあります。いやー、まあ、これ当たったらめちゃくちゃ嬉しいですよね。で、そのスタンプが貯まる対象商品なんですけども、こちらです、ね。今、ざっと出てるんですけども、数が多いので読み上げませんが、まあ、これらを購入すれば、スタンプが貯まります。ちなみに、どんべいの 小さいタイプのドンペイミニに関してはキャンペーンの対象外となっていますので、これはお気をつけください。そしてこのキャンペーンがいいなと思ったのは、決済方法は何でもいいということです。なので、以前もファミペイの動画でもお伝えしたんですが、現在ファミリーマートではこちらの D ポイント20%還元が開催されています。しかも、支払いを D バレーで決済した場合は10、10%の還元も12月の15日まであるので、まああのドンペイのキャンペーンに参加するならまあ今がチャンスかなというふうに思います。 まあ、ここからはですね、僕も実際に購入してきたので、流れをお伝えします。まずは、ファミリーマートに行って、ドンペイのコーナーに行ったら、まあ、このようにドンペイを押してる広告があるので、ま まあ、対象のドンベイをレジに持っていきます。そしてお会計にて、この画面を見せて店員さんに読み込んでもらいます。ファミペイで決済したくない場合は、ファミペイを使うをオフにしておいてください。で、先ほどもお伝えしたように、決済方法は自由なので、今回は僕は JCB の20%還元を受けたいので、みずほの JCB デビットで決済をしました。なので、D ポイントの還元と合わせると、実質40%還元を受けてお得に購入ができました。 そして、こちらが今回購入したドンベイですね。いや、人生でこんなにドンベイを購入したことがなかったので、なんちゃかんちゃテンションが上がりましたね。しかも、ドンベイも結構種類があるので、まあ、なるべく飽きが来ないようにアレンジして食べていこうと思います。まあ、これを見て例えるなら、シャンパンのドンペリータワーならぬドンベイタワー。そして、購入したらもともとファインペイのドンベイのスタンプがこのように何も押されていませんでしたけども、じゃんということで、20個購入したんで、見事に全部埋まりました。これで、抽選で50名様に当たる チャンスがあるのでまぁ、あ、ちょっと楽しみにしたいなと思います ちなみに、ドンペイ20個購入したので、無料のクーポンもしっかりと4枚もらいました。コンビニなのでもちろん単価は高いんですけども、まあこれは購入方法によってはかなりお得になりますね。まああとスタンプとクーポンに関しては若干反映まで少し時間がかかったので、まあ購入して何分かまあ様子を見ることをお勧めします。まあそんなことで今回はファミリーバートのキャンペーン、ドンペイについてお伝えさせていただきました。ちなみに今、ペイペイではドンペイの着せ替えもできるみたいなので、まあぜひですね、この機会にペイペイのバー アコードドンペイにしてみましょう僕もやっちゃいましたまあ一応下の概要欄に今回お伝えした公式ページのリンク貼っておきますので詳細が気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございましたドンペイ